ソロ終了でございますので、はい、そうですね、今一番あの紙を貼ってくださってるんです。皆様こんにちは、市川ボタンでございます。本日ひなずるのお役を務めさせていただくことになりました。よろしくお願いいたします。おはようございます。8代目市川慎之介です。今日はお寒い中お集まりいただきありがとうございます。僕は、義経のお役をやらせていただくことになりました。どうぞお願いいたします。私はあのこのようなあのいかない歌舞伎らしいあの物語といいますか、そのようなあのお芝居をあのやることがあまりなかったので、ですが今回はあの歌舞伎のお芝居というか、あのなのでひなずるもたくさんのセリフがあるので、それを知ってあの練習を始めていくときはこれできるかなっていう心配がとても強いですね。やはり、僕は12月のウイローリにも出させていただいているので、その稽古もしないといけないですし、1月なのですごいあの本当に間に合うのかなっていうのもちょっと心配なんですけれど、であの牛赤丸で、このような新作をやらせていただいているのはすごい貴重なことだと思うので、精一杯稽古して頑張りたいと思います。この物語はすごくあの難しいので、たくさん読んでいく中でまだ好きなセリフとか心に残っていくセリフっていうのはまだ見つかってないんですけど、あのこれからたくさん読み込んでそういう部分見つけていきたいなって思います。何気なく、朝とか起きて、それでみんなとご飯を食べて何気ない一言が愛を感じるひとときだなと思います。私はあの弟が言っている時もあの言っている時もそのように感じるんですけど、外にみんなで遊びに行って、私結構自転車とか好きなので、あの父とかと一緒に行くんですけど、なんか父が先に自転車を漕いでいて、それで私と一緒に話したりをすると、あ、これって幸せだなっていう風に思ったりもするので、そういう部分が絆というか愛というかそのように感じます。お三人であの踊りなどでご共演っていうことは今までもあったと思うんですが、これまでここまでこうしっかりした歌舞伎の古典の作品でお父さんとあの 親子をやるっていうことのお気持ち、しんのすけさん、このあのお父さんがお父さんじゃなくてお母さんになるわけですよね。その辺についてはちょっとどんな思いなのか聞かせてください。やはりあの舞台の中で、本来お父さんなんですけれども、役として、女方をお父さんがやってくれるので少し違和感はあるかもしれないですけれど、3人であまりあの3人で踊りなどを共演することはあったんですけれども、こういうお芝居で3人で共演することは初めてなのですごい楽しみです。私はあの父が実盛役で、あの私はひなずるとして一緒にお芝居というかあのセリフを一緒に話したりとかそういう部分が多いと思うんですけど、まずあの一番最初に思っていることはあの緊張ドキドキというのがまずあって、でもその中でもこういう貴重な経験、3人で一緒に舞台に立てて、その中でも父とセリフを言い合える古典のものに出演させていただくということがもう本当に貴重な経験だと思うので、そこは一生懸命頑張りたいなというふうに思います。